それは禁じられた遊び。決して一人でやってはいけない。こっくりさんがやってきてあなたに取り付いてしまうから。自称人形の市松小日向が怪しげな術で狐のもののけこっくりさんを呼び出した。取り付くはずが一人ぼっちの小日向を心配して献身的に家事をこなす姿はまるでおかん。おまけに小日向を溺愛する犬のもののけ犬神とダメ親父な化け狸しがらきも住み着いて、こっくりさんの苦労は3倍に。電波少女と時にイケメン、たまにモフンな3匹のアニマルが織りなす非日常系モフモフコメディ。原作遠藤みどりによる大人気コミック、ググレこっくりさん。2014年10月よりテレビ東京ほかにてテレビアニメ放送開始予定。ググレこっくりさんは毎月22日発売の月刊ガンガンジョーカーにて大人気連載中。